京子ちゃんさんは最後どこにいるんですか？一緒に入ってます。忘れられてますが。あ、僕とんですか？はい。あ、見えねえ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 よ。あー、すむらかったわ。そう、見えねえ、見えねえ、見えねえ。最初はスキルクル30だったら、おさらく見えないものも見ようとして。これデフォでさ、30分してほしいよな。もうバグみたいなもんだもんな。画面ショットボタンも押さないと。違う。やっちゃった。先端さん、僕の今の能力。すげえ。見てくれました。すげえ。よかったです。はい。あー、すいません。あー、ナイスオーダーですね。はい、おー、おしゅうさん、ビューティー、おしゅうさん、ビューティーが、ビューティー、今日食べるんだな。ビューティー、そこは今日わかる人います？キッチンは木です。キッチンにはいました。ビューティー、なるほど。すごい。ということは、じゃあで、キッチンで抜けてきましたかね、上に。いや、上にね、あの武器庫で足湯さんを見かけた後、ビューティーを見かけた後リアクターが鳴ってたんで直しに行ったら、シューネサクイヤが直してたんで、この二人は無理。無理ビューティー。無理ビューティー。コミュニケーションとエンジンの扉開けた人ってどうなったかな。俺がコミュニケーションあたりでいて、誰かとすれ違ってるんですけど、います？あ、でもいないんだったら、アシューさんがエンジンルームの方に向かってると思うんですが。うん、あ、それサクイヤ。停電。サクイヤの武器庫、エンジン、スクシャで開けてみて。え、魚見てます？見てますよ、通信室で、付近で。おうん、アーカイブ貨物で、貨物にミサトランナツピオランジーナさん、アーカイ、あ、違うな、あ、メインとかかな。センターさんもすぐ最初手に右側に来てるので、その4人は僕含めて厳しいと思います。うん。センターオランジーナミサトランですね。はい。メイン、シャワー、メイン、ポンズ野郎です。メイン、シャワー、メインポンズ野郎、ポンズ野郎、はいはいはい。じゃあ私はキッチン、武器庫、キッチン、通路、石油、電気室ですね。石油、電気室。うん、あ、ケイスケ、はい、使用しときます。シェリフです。うん、了解です。ケイスケさんどちらに？あ、ケイスケはリアクター左に行ったら、シューネサクヤが直してるのを見て、ミーティングのボタンを押しに行こうと思ったら、シューネさんに押しまきたって感じです。なるほど。魚は夜行性です。おー。夜行性。だから何にも見えてないんですけど。あと言ってないのは誰だ？ 1。いや、もう出た。全員言った？出ましたね。うん。メイヤ、あれ？だまぁ。さんがメインシャワー、メインポンズ野郎か、うん、ジン2対123のどっちかかなっていう話。あ、完全対抗って感じですか。うん、他全員弾けるなら全然ローラーでいいですよ。はぁ、ちなみになんですけど、ケイスケさんシェリフだったらちょっと聞きたいんですけど、はい、アシューさんとかそのキッチン結構湧いたじゃないですか。湧いた湧いた。俺嘘ついて夜行性のふりして見えない見えないって言ってたんですよ。その時アシューさんの武器庫の方に行ってて、うん、で俺全然そっちの方にタスクがなかったんで、うん、席の方抜けてるんですけど、そっちには行ってない。どうだったっけ。ナイスフォークです。リフトで下で メインシャワー、メインポンズ野郎。ポンズ野郎。あれ？あ。うお。シリオン、エオン、メリオン。
無線出して適当に立ち回るか。プロさん、そうそう、人によって違うんですよ。これ右やばくないですか。右ちょっと行ってもらっていいですか。やばいんじゃないの。まずくない、まずくないですかこれ。大丈夫。あーどうなってるんですか。あれあれあれ、おっと、ありましたね。1、2、3。俺ですか。逮捕。123逮捕です。123だと思います。ドア開けてで今入ったらあったんですけど。いやいや、おかしいですよね。リアクターあと20秒くらいでもう危なかった。まあ、あとあの1日目に、うん、あのポンズ野郎123の対抗ってなってて、ミサトランに僕あのナイスフォークの動きを見せてるんで、確実に切れないんで、123確定でいいと思います。奥ステップね。いやー、まあ、マットじゃないの。あと15秒ぐらいだった。まあマットだとしても、キルはできないからね。うん、そうですね。いやこれなんでこんなにリアクター直んなかったんですか？リアクター右で多分死体が。右で、あとヌーも右にあったんで。ですよね。左直してるのがオランジーナさんですか？いや私。シューネさんに任せました。直んないんで右に行ったらメインホールでミサトランさんと合流して二人で突撃したって感じです。もう入れちゃったんですが。ちなみにケイスケさんはセリフで死んでますよ。そうだからケイスケさんは多分。いやそういうことは全くないです。ミーティング登ったらオランジーナさんとケイスケさんがいて、やべ直さなきゃっていう話になって、オランジーナさん。もう薬ちまってますよ。いました。ケイスケさん死んでんの？で、オランジーナさんがいなくなって、で、ケイスケさんも俺自分で直しに行くって降りてるんですよ。オランジーナさんを追いかけて行ってるから、左側オランジーナさんが直してると思ってたから。多分ですけど、初手に宿舎前に湧いてケイちゃんが、俺もう一回ボタン押すわって言ってミーティングの方に行ってるの見てるので、多分ミーティングで死んでると思います。で、僕はミーティングに、ケイスケさんを置いて、で、降りようとしたら夏ぴょんさん登ってきて、だから2人を置いて右に向かってます。うん、そうそうそう。で、その下にはシューネさん行ったんで、でうん、シューネさんが見てなかった。右になると、私は見てない、来てないと思いますよ。だから、まあ、ミーティングキルできる。ただでは死なないんでね、私はね。持ってきますんで。まさか持ってきますんで。まさか猫ちゃんなんか。ちなみに誰を持ってくんですか？予定では、そうですね。一緒に地獄に落ちるのはシューネちゃんがいいかなと思うんですけども。ああ、パン屋ってまだ残ってるのかな。パン屋は生き残ってほしいなと思ってる。確かに。私はパン屋じゃない。これはシューネさん、123まであるかこれ。ちなみに私がそこに到着する前に、ベントで誰かが入っていくのは私は右下の階段で見てます。もうあなたが言うことは全て信じられない。大変は。そうです。いやとりあえず生きて帰りてよ。お願い生かしてくれ。生かしてくれよ。さあどうなる。行きたいどういう行きたい生きてみんなと一緒にいたい。まあ、やっぱ僕レベルになると。ナイス。はぁ、おめっしろだな。おめっしろだなって声聞こえた。だってナイスホークなんじゃないの。そうですよ。認めます。誰か死んでる。持ってかれてます。まだ持ってかれてなくないですか、これで。あれ？あら。本当だ。本当だ。ということは持ってきですが、持ってんですね。ヌーンってこと。最後でもさっきミーティングキルできる人って誰なの？あ、そうだ。夏ぴょんさん。いや、ミーティングキルだったら
僕が僕がいるから僕になるんだけど、自分からケイスケさんの情報とランジーナさんの情報を言って意味があるっていうぐらいしか言えないから。まあ僕も見てるんでそれはいずれてるとは思うんですけど、でも降りたっていう主張なんですよね、ピョンさんは。うん。あ、降りたっていうかもう左側に行ってるので確実に、うん、僕はボタン待機してケイスケさんが直しに行くっていう発言を聞いて僕はボタン待機してた状態です。あれ待って、シュウネさん誰かもう一人左リアクターいましたよね。先端京子ちゃんですね。京子ちゃんですよね。京子ちゃん来ましたよね。はい、京子ちゃんメインの方歩いてきましたよ。はい、とね、多分オランジーナさんと一緒に左側に移動してたので、ね、私はケイスケさん降りてきてないと思います。はい、うん、京子ちゃんさんは最後どこにいるんですか？一緒に入ってます。忘れられてますが。あ、僕とですか？はい。待って、ね、話聞く限りね、ほぼピョンでいいと思ってて、私メイヤーです。なるほど。おお、やん、やん。僕っつって決め打ちで、多分僕視点だと多分メインあたりで切られてると思うんで、グレイチめちゃくちゃ多いと思うんですよね。だからケイスケさんがもしミーティングから降りてきてる場合、オランジーナさんも先端京子ちゃんも多分見えると思うんですよね、ケイスケさんを。降りてきてる形になるんで、そのどれくらい後に降りたかにもよりますが、一緒に降りてはないですね。一応情報だけ残しておくと、ポンズさんがナイスホーク、はい、使用してて 1,2,3 が確実に釣られる盤面で、でオランジーナさんがいるっていうのも情報、僕とすれ違ってるところでリアクターが鳴ってるにもかかわらず僕がケイスケさんを切る理由がないのと、リアクターがかなり長かったと思うんですよね。40秒か50秒ぐらいあったんで、ラスト15秒くらい、ケイスケさんがいろんなとこに行く時間は全然あったんじゃないかなっていう情報だけ提出しておくんで。なるほど。うん、はい、まあ、確かに僕は自分で入れときます。まあ、確かに。でもピョンが本当にインポスターだったら、ケイちゃん自分切って自爆しましたって言った方が理があるような気はするけど、でもどうかな。ナイスホークどうしますか？あ、どっちでもいいっす。好きなように踊り狂いましょう。そうなんだね。おお、許された。なの？あ、お、か、お、ボタンのさん伝説も怖いよね。よいしょ、もう1キロも。うん、違います、サッカー選手です。わかんねえ。あ、やばい、異空間に囚われてる。やばい、やばい、怖い、ここやな。なな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 、へいなな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 、へいなな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 。Would you please just justice her tonight? Please just justice her tonight. And I stop up, 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 I stop up.シュウネさん、どこで死んでるんだ？キッチンだ。はあ、バイバイ。アーカイブ情報あります。はい、キッチンに、あ、ミーティングに。アドミン情報ね。アドミンじゃないですか。アーカイブアドミンのような情報があります。アーカイブにアドミンはないですよ。ありますよ。国内しかないよ。キッチンに、キッチンに、ミーティングに、金庫1、アーカイブ1、アーカイブ1。最後、それ最後、最後キッチンナツピョン、最後キッチン昨夜。どういうことか。キッチンですよ。昨夜さんはマットナイスホークで確定でいいと思います。ナイスホークのこの私がミーティング上にいるのを見ています。違います。
スニマットナイスフォークです。どういうことですね。キッチン。僕と死体の、え、じゃないですか。他に2人。最後、最後だよ、最後。最後っすよ。ボタン鳴るまで、キッチンに赤い。ミーティングにアーカイブ1ミーティングじゃありません。ミーティング2が、先端京子ちゃんと、昨夜さんです。待ってます。ナイスホークで見てます。ナイス。昨夜さんなんで昨夜さんがマットなんだっけ。僕がアーカイブの位置にいて、ナイスホークでミーティングが見れるんですけど、最終位置をキッチンって言ってるんで、ああ入りに来てる、構えに行ってるという見解です。キッチンにはハッキーのラジーナさんと死体だよね、はい、僕と死体のはずです。最後キッチン入った瞬間にボタン光ったんで、もう見えずにポチッと押したって感じです。定年中だったんで。これキルイチって誰って何で言ったの。え、サクヤさんじゃない。ナチピョン最初にキッチンって言ったよね。自分サクヤさんとナチピョンがキッチンしようさ。ナチピョン最初いつ位置どこなの。最初位置金庫。金庫お弁当で。これはキッチンにいたわ。一言も言ってないよ。昨夜さんがキッチンっていうのはめちゃくちゃ安定取るなら昨夜さんつっとけば間違いない。じゃあどういうことだ。僕はミーティングにいます。どういうことですか。どういうことですか。昨夜さんがキルしたのかな。いや、それは絶対ない。僕はミーティングにいます。キッチンいますって5回くらい言う。どうします。どっちに投資します。耳が壊れたんじゃないですか。ホンデヤローさん投票します。ホンデヤローさん決めてますよ。誰と誰の卓。卓屋さんがナツピョンさんじゃないですか。え、僕キルできる位置じゃないですよ。だってメインで先端さんとかポンズさん、ポンズさんは見てないな。で、先端さんは見てる、多分メインあたりで。で、僕最後証拠機左から先端さんとすれ違ってて、キッチンキル結構無理。キッチンって言ってませんでした、さっき。え、一言も言ってないっすよ。ホンデヤロさんどうする。言ってましたよ、最初。ホンデヤロさんどっち。え、とりあえず昨夜さんが安定だと思う。すごいよ。まあ、ナツピョンさんは、決め打ち、自分で決め打ちでって言ってたからな。自分に決め打つっていうのは、ブルーが使っていい言葉じゃない。ドン。ポリロン。ワンワン。自分で決め打つ。だって御用だろうな。御用だ御用だ。四三の音がする。あ、京子ちゃんを。ああ、ナイスボタンです。ナスピョンさん、僕はまた崩壊で見てしまったんですけど、僕は。あ、やられましたか。リフトの左から出ましたね、あなたは。はい。弁当で出ました。ちなみに僕マジでキッチンって言った覚えなかったんですけど、言ってたんですね。多分聞き間違いです。一番最初キッチンって、ね、いやキッチンって言ってたよ。言ってそれに咲夜さんが被せてたから。そうそうだ、二人キッチンいるって言って、いや僕なんだけどなキッチンにって思って。キッチン3人いるって言ってたよ最初だから師匠は。よかったよ。だだだだ。イージー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 フォーク強っ。強かった。いやめっちゃ判定しましたね、ポンズさん、うん、ねえ、めちゃくちゃ強いわ、正直これ。ポンちゃんかっこよかったな。ったありがとう。決めますね。強かったね。今回クルーやってねえ、俺。あ、一年さんめっちゃジンガやった。そうなんだ、全部ジンガやった。マット、お疲れ様。マットがインポスター、確かに。皆さん